平野の仕様の CM が再び、ファン驚きの展開に胸騒ぎが止まらない。CM インデックスがお届けする CM 情報番組、注目の次回放送が3月15日、金曜日からオンエアされます。今回は、浜田岳と桜田日よりが共演し、茨食品の新商品、焼肉ザクダレが話題となります。しかし、我々はこれだけでなく、コミュニティとイベントの視点から、この CM が社会に与える影響を考察していきます。 福原遥や平野紫耀など多様な出演者が登場する CM インデックス。これは単なる商品の宣伝に止まらず、広告業界全体の多様性と豊かさを象徴しています。新商品に焦点を当てつつも、これらの CM は異なるバックグラウンドや才能を持つ俳優たちを通じて、社会の多様性を反映しています。平野紫耀君の出演は、若い世代に向けたメッセージを伝えています。 彼の CM が再び取り上げられ、ファンが喜びを分かち合っている一方で、その影響は広がりを見せています。CM インデックスは、単なる商品の宣伝媒体ではなく、コミュニティの一員として視聴者に届く存在となっているのです。3月15日の和を前に、視聴者からは喜びの声が上がっています。 紫輝くんの名前がある CM インデックスというコメントには、視聴者が紫輝くんの出演に期待と興奮を寄せている様子が伺えます。このようなコメントから CM インデックスが視聴者の期待に応え、楽しみを提供していることがわかります。さらに CM インデックスはデジタルハリウッド大学とのコラボレーションも発表しています。 これは単なる広告スポンサーではなく、教育機関との連携を通じて新しい才能を発掘し、広告業界に新たな視点をもたらす可能性があります。デジタルハリウッド大学の協力により、CM インデックスは常に進化し続ける存在であり、広告業界において新たなトレンドを生み出しています。これまでに触れられていなかった視点を拡張し、CM インデックスの舞台裏やメイキング映像に焦点を当ててみましょう。 CM が放送されるだけでなく、その制作過程や出演者たちの素顔に迫ることで、視聴者は商品だけでなく、CM 制作の興奮と喜びも共有できるでしょう。最後に、CM インデックスが提供する情報番組は、商品紹介以上にコミュニティとしての役割を果たしています。視聴者のコメントや期待に応えるだけでなく、独自の視点や質問を投げかけることで、視聴者との対話が生まれ、 CM インデックスは単なる情報発信媒体ではなく、視聴者との結びつきを深めているのです。新しい CM インデックスの放送を楽しみに、次なる興奮を共有しましょう。